キュンキュンさせてフィッシュ。オーラコモエスタス、私マルノミのセサピーと申します。カシマッコ光栄丸さんのルートおよびに乗船案内をナビゲートさせていただきます。まずはコンビニエンスストアセブンイレブン鹿島青店からのルート案内です。それでは行ってみましょう。こちらのセブンイレブンを背に向けて左折でございます。ここから約港まで約8分。一つ目の信号を右折、239号線水戸方面でございます。一つ目の信号を越えてしばらくすると左側、ローソン鹿島平井店がございます。まだまだまっすぐです。ローソンを越えて一つ目、二つ目、三つ目の信号を右折でございます。こちらの緑地公園の入り口を越えると横断歩道が見えてきます。左折です。すると港の入り口、下に降りていくスロープがあるので入っていくと、光栄丸さん左側に大きな建物がございます。この光栄丸さんの建物の前に駐車するのをお勧めいたします。到着です。受付開始になるとこちらの窓が開き、受付開始となります。おっと、その前に港に着いてすぐやることがございまして、座席の確保です。この桟橋の隣のこの場所、自分の乗る船間違いないように座席の確保をしてください。この札なくさないようにしてくださいね。まとめますと、釣り沢先着順、座席札確保、駐車スペースはあり、集合場所は港内の船宿、支払いは船宿で、受付支払い先払いでございます。氷は粒タイプで直接くらい入れてもらいます。船のトイレは女性も安心して使える水洗が1箇所と男性トイレが2箇所ございます。ということで、ここまでが鹿島港光栄丸さんの経路乗船案内でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。この動画を見たあなただけが釣れますように。チャオ。